現地時間5月8日、米アリゾナ州グレンデールのユニバーシティオブフェニックススタジアムで開催されたテイラー・スウィフト、レピュテーションツアーの初日公演で、同ツアーに帯同しているカミラ・カベロ、チャーリー XCX との共演が実現した。シェイク・イット・オフ・ヒロージ、カベロと XCX は同曲の印象的なボーカルラインを歌いステージに登場。その後はテイラーと一緒に踊った。パフォーマンスの後、テイラーは、この素晴らしい女性たちに大きな歓声を、と言い、会場に集ったオーディエンスの興奮も最高潮に達した。今回の北米ツアーは6月2日のシカゴ公演まで続き、その後は6月31日のルイビル公演から10月6日のアーリントン公演まで行われる。なお、テイラーは先日、3年半ぶりの来日となる、テイラー・スウィフト・レピュテーション・スタジアム・ツアー・イン・ジャパン・プレゼンティド・バイ。富士フイルム・インスタックスを11月に開催するとアナウンスしたばかりだが、この来日公演にはスペシャルゲストとしてチャーリー XCX の出演が決まっている。本記事は、ローリングストーンジャパンから提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。